皆さんこんにちは。今回は月夜物語オーダー引くべきかっていうのを話していきます。このオーダーはステップ3式のオーダーで、ステップ3まで行くと確定枠でピックアップ4枚がそれぞれ、提供割合8.125%ですねとなっていて、まあ、4つ合わせると8432、だいたい30何パーセントかですね。なんですけど、このステップ3式は始めたての人には本当におすすめしません。まあ、で、ステップ1とかで来ることも全然あるんですけど、もうかなり確率が低いですね。まあ、ごちゃごちゃ言いましたけど、まあ、簡単に言うと、アルカナジムが5万6万ぐらいないと、あんまりその手を出さない方がいいオーダーだと思います。で、このオーダーをわざわざ引くっていうことは、ここに出てるこの新登場スキルレコード、このピックアップ4種のうちどれかを狙うっていうことだと思うんで、まあ、とにかく5、6万ジェムくらい貯めて、まあ、一気に引かないとあんまり意味ないっていう感じですね。まあ、5、6万一気に費やしても、まあ、出なかったっていう人もいるんですけど、大体まあ5万、6万くらいで出るかなみたいな感じですね。で、まあ、結構、まあ、ざっくりというかぼやっとしたこと言ってんなって思う人もいるかもしれないんですけど、正確に、まあ、確率出すこともできるんですよ。できるんですけど、結局このピックアップって、このオーダー開催期間、この期間内にもう引かないと、もうその後ほぼ入手困難だと思っていいんですよ、このゲームで。だからもうこういう期間限定のオーダー、まあ、全部期間限定なんですけど、開催されたら絶対にその期間に取りに行くっていう気持ちがないと、まあ、気持ちっていうか取りに行くつもりで引かないと、まあ、後悔するよっていう感じですね。で、まあ、新登場スキルレコードを見ていくんですけど、まず、天空を裂く一夜シノン。これが、パワーライズ4ですね。攻撃力900上昇。で、攻撃強化4。まあ、これは普通にパワーライズ4の効果なんですが、これですね。突進損耗1、防御力30%低下し、ここまでは今までのパワーライズ4と同じなんですけど、次の分ですね、自身の HP が50%以下の時、突弱ダメ1000%低下。これが、どういうデメリットかっていうのが、この1000%ってもうダメージ出ないと思っていいですよね。だから HP が半分以下の時に、まあ、突属性で弱点つくと、100%低下。まあ、最近は、ボスって属性耐性ついてるから、まず、武器属性、残突だ、どれか弱点つかないとほぼ、まあ、ダメージ通らないっていうか、そうですね、ダメージ出ないようになってて、まあ、例えば31層フロアボスのナルハだったら、まあ、突水が弱点だから、突属性の弓、っていうかもう、突水でいかないとほぼ、あんまり食らわないみたいな感じなんですけど、まあ、とにかく突弱ついて、で、自分が HP 半分以下になった時に1000%低下なんで、まあ、特に HP を、まあ、わずかに残しながら戦う、まあ、タゲガイカジバユミっていうスタイルで戦う場合は、まあ、これは本当に発動したらもう1しか多分食らわないくなると思うんですよね。だからこのカジバユミを殺しに来てるっていう感じのデメリットですね。で、覚醒スキルはパワーライズ4で初の噴光ですね。これがめちゃくちゃ大きい。まあ、よく、このスキルは、まあ、斧で使うって言われてるんですけど、まあ、やっぱ、自分の HP がいっぱい残ってるほど強い効果があるんで、斧に。HP 依存斧って言われるやつなんですけど、まあ、斧で使うっていうのも、まあ、そりゃそうなんですけど、まあ、パッと見、斧で使えますよね。もろ斧で使う感じ。ありますね。まあ、俺が持ってるこの夜空に咲く青バラキリトって、まあ、結構有名な覚醒パワーライズだと思うんですけど、まあ、これってそのシノン1枚条件があるんで、結構斧で使いづらいっていうのがあったんですよね。まあ、闇属性強化なんで、まあ、闇使う時にこれがいいんですけど、覚醒パワーライズでそのやっぱ自分が使いたい属性強化のやつ持ってない場合は、とりあえずこれ入れとくみたいな感じがあって、でもシノン1枚条件っていうのが結構厳しいんですよね、特に斧使う場合は。
で、こういう同じセット内でキリット何枚以上っていうのを指定してくるようなスキルを使う場合って、なんかどこかにキリットを入れたくなってくるんですよ。まあ、だからこういうのをね、入れるんですよ。その他になんかいいパワーライズないなって思って。そのキリットのアビリティって、なんか使いやすいやつあんまなくて、ていうか、あったとしてもなんか結構オーダーで今までずっと狙いにくかったみたいな感じで、あんまりなんか揃ってないんですよね。まあだから斧で使う感じではあるんですけど、これ例えば、まあ、HP50% 以下にしない戦い方ですね。まあ、ミスって HP50% 以下になったらまずいんですけど、片手裁剣でもしかしたら使えるかもしれないと俺は少し考えました。まあ、もしかしたら、いや、使わないだろうって思うかもしれないんですけど、まあ、片手裁剣っていうか、まあ、弓以外ですね。で、このスキルなんですけど、これシノン3枚以上っていう発動条件があるんですよ。で、これって今までずっと弓で使うんじゃないかみたいな言われてたんで、弓でシノンが多いから、弓以外だとなんかシノンのスキルって本当になくて、結構きつくて、まあ、これの発動条件を満たしやすくなったんじゃないかなって思います。しかも、分光っていうのが被ってて、まあ、もともと分光あるから、まあ、弓以外で使うみたいなところあったと思うんですけど、やっぱ弓以外だとこのシノン3枚っていうのが結構、まあ、厳しくて、まあ、これがあると満たしやすくて、まあ、片手裁剣って最初言ったんですけど、例えば、まあ、他の武器短剣とか、片手コンはさすがにシノン3枚も入れたくないかな。他のキャラ指定条件とかもあるだろうし。まあ、とにかく、このシノン3枚満たしやすくなった。まあ、このパワーライズを持ってたらですよ。これステップ3式でマジで当たりにくいから、これ狙って引ける人って結構、まあ、課金できる人っていうか、まあ、かなりジェム貯めてきた人だと思うんで。まあ、それ以外だと、最近出た、この海原をかける風しの、海原でいいのかな？わかんないけど、凸800ですね。で、戦線維持もついてるから、HP を50%以上に保ちやすいんじゃないかなって思います。ただ、保って戦うのは、まあ、きついのかな。まあ、このしのを使いたくなるのって、やっぱりこのウィンドコンバージョンがあるからなんで、まあ、風属性使う場合ですね。風属性使うんだったら、なんか入れたくなる感じではありますよね。まあ、これは凸属性専用のアビリティみたいなところがあるんで、まあ、火傷打ちもちょっと使いにくい感じありますし。なんですけど、まあ、なんか、この軍神の権化シノンとかね、歴戦だから結構使いやすいっていうのあるし、この HP が99%以下の時にね、回復する効果もあって、まあ、ちょっと噛み合ってるなって思うんですよね。これも戦線維持で回復効果だし、これ分光で回復だし、で、まあ結構このシノンって、まあ道中のモブ狩りでいいって言われてて、HP が100%の時はひるみ耐性上がるし、HP 減ってても道中少しずつ回復してくれるって感じで、どっちの効果が発動しても、なんか、モブ狩りでいいみたいな感じがあって、しかも歴戦でね、攻撃力上がるしっていう感じで。で、あとは昼下がりシノンですね。今までずっとこれどう使おうかなみたいな感じだったんですけど、まあやっぱりそのシノンのキャラ指定条件満たすために入れるみたいな感じはあったんですが、まあ心眼でやっぱ最近のボスってクリティカル耐性あってちょっと使いにくいっていう感じはあったんですけど、片手裁剣でシノンを3枚入れるんだったら、まあ心眼も一応発動して、で敵デバフにすればクリダメも上がって、まあクリ率上昇はまあこれ使うかわかんないけど、まあわずかに足りない場合はこれ使えるし、まあアドバンストルーパーのこの攻撃力固定値っていうのが、まあどれくらい効いてくるかですよね。ダメージ計算式的に。だからまあこれを入れて試すっていうのも一つの選択肢なのかなってちょっと思います。あとはスキルあんまり持ってなくてたまたまこれ持ってたっていう人は、まあ斧とか片手裁剣とか使う場合に1枠犠牲にして、まあこれ分光なんで、まあ入れるみたいなこともあるのかな。なんか分光をいっぱい積みたいっていう時にいいかもしんないですね。まあこれがね、やっぱ HP 半分以下の時にデメリット発生しちゃうんで、分光いっぱい積みたいみたいな感じが
ありますけどね、まあ、噴光そんなに必要ないっていう場合は入れなくていいと思うんですけど、まあ、ソードスキル枠1枠を犠牲にしてでもシノン入れたい人、あんまりそのシノンのスキル揃ってない人は、まあ、1枠その妥協で入れて、まあ、その妥協で入れた分やっぱコネクトとかでそのスキル打つ回数増やしてって感じで、で最近この槍のセブンが結構モブ狩りにいいって思ってて、まあ、このちょっと連結分はなんか違うなって思うんですけど、なんか1連結目の方に強いやつ入れて3連結目の方に弱いやつ入れた方が、なんかその1連結目でワンパンできなくて結構苦しんだりしたんで、まあ、とにかくこのね火力コネクトがあるんですよね、このセブンっていうやつ、今出てるオーダーのこのクロニクルオーダーですね、これの、まあ、ここに載ってるんですけど、これってあのキリと2枚以上条件っていうのがあるんですよ。でやっぱりさっき言ったようにそのキリトのアビリティって強いのなくて、なんかこれをなんか妥協で入れるみたいなとこあって、でこの編成見ての通りあのシノンが入ってないんですよ。仕方なくやっぱシノン入れらんないみたいな感じで、まあこのアズキアルゴもなんか抜きたくない理由があるんですよね。あの弓で俺コネクトがないんですよ、弓、あの初期シノンしか、初期コネクトシノンしかなくて、でキョンシーシノンみたいに筋力増強が入れらんないんで、まあ、このアズキアルゴとかを入れて、まあ、パーティー筋力増強が来るまでのなんかつなぎっていうかなんていうの、維持みたいな感じで最初に打つんですけど、まあ、それでちょっとシノン1枚入れにくいんですよね。で俺が持ってるパワーライズ4ってこの忍者サチしかなくて、ここのパワーライズ4をシノンにするとこれですね、これ入れられると、まあ、青バラキリトの条件が満たせて、まあ、俺の所持スキルではですよ、まあ、他になんかみんなあのキリトのいいスキルとかシノンのいいスキル持ってたら、まあ、シノンのじゃなくてキリトか、キリトのいいスキル持ってたら全然それでいいんですけど、俺はなんか全然なくて、で今キリサメさんのスキルレコードをまとめで今調べてみたんですけど、なんかあんまり使いやすそうなのがなくて、まあ、使うとしてもこの鉄鍋キリトで突属性上昇とかになるんですけど、やっぱあんまりなんか入れたくないなっていう感じがあって、まあ試し切り戦とかだとリーファ入れないとってなるし、まあ、かなり難しいんですよね。やっぱ片手再建とか槍とか斧とかになるとキリトを入れづらいっていうのがあるんで、まあそういう点でもなんかそうですね、道中のモブ狩りっていう点でもなんかいいのかなって思いますね。で特にさっき言ったこの遊戯シノンがあったら、これウィンドコンバージョンなんですよね。だからこの編成のこのセブンイレブンがこれ風属性なんですよね。なんかちょうど緑色でセブンイレブンみたいな感じしますけど、これ風強化なんでちょっといいですよね。まあこれシノン3枚なんでもう1枚シノンどっかに入れるって感じになると思うんですけど、まあ例えばこれを持っていたら、まあ、ここの、あの、修験者リーファですね。まあ、これを、このシーサイドシノンにしたり、まあ、これが、あの、リーファのスキルなんで、ここを試し切り戦にしてもいいし、で、ここに歴戦が入ってるんで、それを、この、軍神シノンにしたり、みたいな感じで、なんか、どれかをシノンにして、なんか、シノン条件満たして、まあ、やったら、まあ、なんかいろいろ満たしやすくなるのかなって、その編成の幅が広がるっていうか選択肢が広多くなるというか、まあ、とにかくこの青バラキリトのシノン条件満たしやすくなったのかなってちょっと思いました。まあ、このねウルトラマンセブンさんね、この連結効果ね道中で試したんですけど、やっぱねモブちょっと集めて、まあ道中のモブ狩りってその狩り場エリアそれぞれあるじゃないですか、なんて言うんだろうな、一つ一つ部屋に分かれてるみたいな感じがあるじゃないですか。まあそこでなんかモブを全部一気にその槍で集める場合と、二つずつまとまり作って、まあ、狩る場合とかがあるんですけど、なんかモブがいっぱいなんか散らばってて、なんか右半分左半分どっちかずつまとめようってなった時に、半分だけちょっとまとめてこれ打ってから、あのコネクトの1連結目か2連結目で、まあ、1連結目で倒せると思うんで、ここら辺強いの入れると、で2連結目3連結目ってあのどんどん打っていけるんで、でしかもコネクトってワープできるんで、
もう片方分なんか他の人たちがまとめ狩りしきれなくて、なんか1匹2匹とか散らしてるっていうか、まあ、狩り漏らし、なんていうの、そういうの、狩りきれなかったやつか、狩りきれなかったやつをなんかワープで追いかけて、なんかワンパンでやるみたいなことができて、結構まあ、野良パーティーでやってみたら面白かったんで、やっぱコネクトのワープってほんのちょっと遠いところのモブとかにターゲ取ってワープしていくと、なんか SP 節約したりできるんで、それがやっぱ面白かったですね。まあ槍でシノン3枚って結構きついと思うんですけど、まあ、もしそのシノン3枚で組めるなら、まあいいかもしんないですね。まあ別に無理にシノン3枚にする必要もないし、そのこれ1枚入れるだけでやっぱシノン条件青バラキリトの満たせるんで、まあ、無理に3枚にする必要もないっていう感じですけど、まあ、とにかくなんかこれいろいろ使えるなって思いました。なんかこのコネクトってこの火力効果って、まあ、この属性さえ合っていれば何入れても大体強くなるんですよ。だからなんか広範囲のやつとかモーション速いやつとか、そのモブ狩りしやすそうなやつ当たったらこういうところに入れてすぐ使えるみたいな感じがあるんで、まああまりにも弱いとちょっとワンパンで狩りきれないみたいなのがあるかもしれないですけど、その、まあ、使う人のステータスにもよるしね。まあ、そういうのもあるけど、なんか、火力出せるようなスキルが、そう、3発タダで撃てるみたいな感覚があります。まあ、こういうね、駅員キリトとか持ってたら、これ、オービットで速くて、しかも連結分でモブ狩りもできて、まあ、連結、これ、効果が、火力連結効果じゃないんですけど、まあ、これブレイクにも使えるっていうのがめちゃくちゃ大きくて、これいろんな場面で使えるんで、まあ、こういうのあったらやっぱキリト条件も満たせるしいいのかなって思いました。俺はもうあんまりいいキリトのスキルないんで、まあ、こういうのね、まあ、無理やりなんかねじ込んでる感じありますけど、まあ、これはね、出血にできるから、まあ、これその裏セットで打つことで、まあ、この出血追い打ちを発動させたりみたいな感じで入れてはいるんですけど、なんかまず使わないですね。まあ、表セットがやっぱりこのリーファー入ってこないんで、表セットっていうか表弓でやる場合ですね、やっぱその弓は回復したらあかんので、この戦線維持がねちょっと邪魔になるんで、まあ、このね忍者サチのその3秒ごとに HP99% 減少、これ最大 HP 上昇のバフ効果使わないと発動しないんですけど、まあ、このデメリット効果使う場合はいいんですけど、31層迷宮区だとフロアボス戦で使わないんで俺は。まあだからこれの出血はね、使わないんですけど、31層だと。でまあこのシノンのデメリットって突弱ダメなんですよね、低下すんの。だからまあ突属性使っても弱点をつかなければ一応発動はしないです。だからまあ属性耐性あるようなボスは関係ないといえばないんですけど、まあ例えばイベントとか、その道中のモブ狩りとかで、その突属性以外が弱点の敵になんか槍とかで行く場合は、まあ、デメリット気にしなくていいけど、まあ、最近出るような階層ってやっぱ敵がめっちゃ強くてワンパンとかしにくいんで、もうただでさえワンパンしにくいのにやっぱ弱点つけない武器で行くとかなりきついっていうのがあるんで、まあいろいろ考えたんですけど、まあ結局、やっぱ斧があれですね、斧で使うことが多いのかな。あ、今道中の話してるから斧かん、あ、でも斧でもモブ狩りするしな。まあ、あとは HP が半分以下の時って書いてあるんで、まあ、小春がこのデメリット発動しちゃうんで、まあ、小春にやっぱ突属性武器持たせて、その突属性攻撃させる場合に、敵が突属性弱点だったらやばいんで、まあ、小春にタゲガイカジバユミ使わせると、まあ、これがかなり相性悪いですね。あと次、ダヒのコネクトリーファですね。これは、火属性のスキル使用時って書いてないんですよ、コネクトチェーン効果。だから、まあ、火属性じゃないスキルを使ったとしても、このブレイク中に攻撃力が上がる効果は発動するんですが、まあ、やっぱりこれが強いんで、火属性で使うでしょうねって感じなんですけど、打属性、火属性のソードスキルを、ちょっと霧雨さんのサイトで調べてみたんですが、まあ、これが、斧コネクトなんで、斧しか連結できないんで、まあ、当たり前ですけど。まあ、だから、ダヒの斧を調べたんですけど、この中で全体攻撃スキルは4枚だけでした。この看板メイドアスだと、八尾の鐘リーファと、ボヘミアンペイントと、情報取り放題アルゴ。まあ、その4枚なんですけど、まずこの看板メイドアスナは、
この有名スキルトップスピーダーリーファと同じ攻撃モーションですね。まあ、トップスピリーファがこういうやつで、で、まあ、同じ看板メイドアスナもスプリットなんで、で、なんでこれ全体攻撃が4枚かって話してるかっていうと、打飛なんで、75層のスカルリーパーに使えるんじゃないかみたいなことを話そうとしています。スカルリーパーって、腹の部分に複数の攻撃判定があって、全体攻撃とか結構広範囲のやつを使うと一気に複数回当てて攻撃ができて、とにかく広めに範囲が取れるやつがいいんですけど、まあ、これはジャッジメントですね。俺が持ってるやつだとこのジャッジメントリーファとか言われてるやつ、あとはこの天使リーファとかですね。まあ、打ってみるとちょっと溜めてからドーンってやつですね。これも溜めてからドーンってやつですね。あとこの情報取り放題アルゴのスマイトっていう攻撃名なんですけど、これ本当にうんこモーションでドーンドーンドーンって、これめちゃくちゃ長くて、で助走ユージオとかコネクトなんですけどめちゃくちゃ遅くて使いにくくて、まあ惰性のオノモットのクラインとかもそれなんですけどかなりきついんですよね。でもスカルリーパーだと結構広い範囲で取れるんで、まあ、それが、まあ、遅いけどすごくいいんですよね。まあ本当は早い方がいいんですけど、あとこれがワルツですね、ボヘミアンペイント。これもなんか、まあ、さっきのトップスピリーファと似たような感じで結構有名なスキルなんですけど、まあ今の時代はね、使う人がほぼいなくなったような感じ。まあこれはね、まあ、モブ狩りで使う人も結構いるから、まあまだ全然、まあ、有名なスキルですね。昔ね、ハヤブサ斬りっていうのが流行ったんですけど、まあそれは置いといて、まあ俺このワルツっていう攻撃モーションのやつ持ってないんですけど、これが一番範囲が多分いいと思うんですよね。多分ですけど、いや多分そうだ、多分っていうかそうだな、これがいいと思うんですけど、まあこういうねスキルを持っていればまあいいのかなって。まあ、あとはやっぱりその打属性非属性なんでギルランに、今ねこの動画撮ってる時点だとレイドボスが打飛が弱点なんでこれ使いやすいっていうのと、まあ、それくらいですね。あとはこの満月の再来勇気、ブレイクゲージ74もあるんで、ただこのアクアスピニングダイブっていうのが、まあ、どういうモーションなのか俺全然わかんないんですけど、カオス215のカオスゼーファンとかに使うのかな。なんかブレイクどれで取れるとか俺も全然やってないんでわかんないんですけど、っていうかまずやろうとするかすらわかんないんですけど、まあ、このアクアパイルとかあるんで、もしかしたら、まあ、これからその探検使うときにねなんかで使うかもしれないですね。あと敵のかかってる状態異常スタックス8増加させるっていうのが大きいのかな。ちょっと探検あんまり詳しくないんですけど、ちょっと調べてみたらこれ毒状態の敵にっていうのがあるんですけど、まあ、探検は熟練度スキルでそのスイッチを敵に当てると敵を毒状態にするっていうのがあって、まあ、それで満たせるんですけど、まあ、これが同じ効果ですね。8増加させる、まあいろいろあるんですけど、2枠で8って結構いい方みたいで、まあ1枠で5のがいいんですけど、例えばこういうコネクト1連結目で5、2連結目10、3連結目15って上げるやつはやっぱ1個1個上げるやつが高い方がいいと思うんで、まあギルランで敵の状態上スタック上げる場合もやっぱいいのかなと思うし、まあ、やったことないんでわかんないんですけど、このカオスゼーファンってやつが状態異常のスタック数に応じてモンスター自身の被ダメージが上昇っていう特徴があるんで、まあ、探検も重要になるのかなって思います。まあでもやっぱりそのカオスゼーファンだったら、まあ、状態異常にするっていうのであればやっぱ状態異常維持の方がなんか大事なのかなって思うんで、まあ、これはねアクアパイルっていうのがねすごい大きいですけど、まあでもカオスゼーファン飛び上がったりするんで、まあ維持できるかちょっとわかんないんですが、やったことないからわかんないけど。まあね、スタックブーストもあるし、俺はちょっとわかんないけど、なんかいいスキルだと思います。ブレイクがね、高いんで、なんかその残水が弱点のね、ギルランとか来ても使えると思うし、その探検縛りのブレイクタイマーとかね、自然属性してないけど探検のブレイクとかで使えて、多分カオスダロスそうなんじゃないかな、多分それで使えたりするんではないでしょうか。あとは両手槍のワイドダークフェンサー、見守る瞳サチですね
フェンサーっていうと俺が持ってるやつだとこれですね。あとこれもフェンサーか。結構範囲は狭いんですけど、モーションが結構シュ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 って早いんですよね。これシュ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 で、まあ全体攻撃で闇属性スキル使用時敵ダメ 150% 上昇で HP 回復効果ありますね。でこのスキルを使用し命中時って書いてあるんですよ。でこれスイッチで使用し命中時って書いてないのが大きいですね。なんか例えばこれ貫突してアクセルで撃ちまくってたらずーっと回復できるんじゃないでしょうか。まあ、あとはこれやっぱ全体攻撃スキル、まあ、これ自身がそうですけど、なんでまあ複数の敵に当てたら当てた分追加効果が発動するっていう仕様があるんでめちゃくちゃ回復するっていうのと、まあ、これ追加効果扱いなんで、まあ、もっと槍モッドに入れて、なんか全体攻撃の槍モッドですね、それに入れて、まあ、複数の敵に当ててもこう使用した分だけね全部ね回復効果適用なんで回復がめっちゃ大きいんじゃないでしょうか。まあ、この闇ダメ 150% っていうのもねかなり強いんじゃないでしょうか。まあ、どうなんだろう、まあ、フェンサーで、まあ、モーションが速いんで、まあ、ブレイクは28ですけど、カオスブラッケンとかなんだろう、まあ、例えばこのバースト発動条件の闇突を満たすのにも使えるし、まあ、とにかくこれ闇ダメの効果しかないから、その火力出す効果はだからなるべく攻撃力を上げて運用するって感じだと思います。まあただそういう強いスキル、結構あの上級者っていうかかなり強い人たちが使いそうなスキル入ってるんですけど、ステップ3式なんでなんかすんげごっちゃごちゃ喋りましたけど、あの本当に当てにくいんでジェムに余裕がある人だけあの引いてみてはいかがでしょうか。まあこれは本当にカジバユミで使えないようなデメリットがあるんで、あの始めたての人がこのパワラ4を引くのはかなりなんかリスキーというか、まあステップ3式っていうことも考えてリスキーっていうか、まあシノンのスキルっていうのはすごくいいんですけど、まあとにかくいいオーダーではあるけど当てるのが厳しいものだと思いました。簡単に言うと始めたての人は引くべきじゃないと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。